だから結構臭い。ね、一挙もかい。ちょっともう差し合いだけだ。うん。うん、終わりていくわ。はい、依存性が依存性。最悪や。え、そっから？こっから？もう一回チューニングさせてください。さっきえらいことになっとった。どれでチューニングするんですか？こいつ。ああああ。ああ、いけるだろう、ここそのまま遊べたら、えらいもんだろ。今日は一番安物のギターを買って感じ。あ、そうなんですか。こんなもんでしょうか。はい。ドライショーも始めるんで。僕、ちょっと MC 入れましょうか。ゴミここ入れる。ちょうど柱なんで隠れとる。どこいた？あ、柱で隠れてます。おるで。これ。え？これ。俺喋るから。あ、斉藤さんこれ MC は大丈夫です。では愛し合ってボリューム94。これ何年前からやりようかな。いや知らん。10年ぐらい前からでやっと94のような気がするんですけど、今日は全部で5バンド、外は寒いですから、ぬくもったり冷えたり自分で調整してやってください。じゃあ、ドクさんお願いします。中エコーなかってもいいかな。あれ中エコー音が出ないよ。音が出ない。音が切ってます。ごめんなさい。始めようか。ああ、もう始まるのでいいです。はい、大丈夫。目指したな。次の、はい、行きます。次のバンド。
ただいたんですけど、こんな本で言ったんですけど、相変わらずの毒でございます。で1曲目はもうベタベタの、クリスマスソングをこの間ちょっと職場で演奏する機会があったんで、まあまだ12月やけインジャルやるんで、せっかくやけもう1回だけまあ演奏させてもらうことにしました。はい、あと今からするのはまたいつものなんていうの、レパートリーで始めていきたいと思います。今日演奏する曲はまあちょっと前までやってた曲がちょっとこれから先中止になると思います。まあよろしくお付き合いください。どうぞ皆さんご歓談ください。この間がごいつもこの間も言うたけど非常に困っとんですよ。では次の曲はちょっと長い曲になるんですけど、映画音楽でゴッドファーザーのテーマをやってみます。